皆さんこんにちは、アパレローです。今回ご紹介する商品はノースペースのコンパクトジャケットなんですけども、こちらは以前にも動画でご紹介したんですけども、今回は2022年春夏の新色ユーティリティブラウンをご紹介したいと思います。まず簡単に、コンパクトジャケットってなんやねんっていう話なんですけども、もうとにかく軽量で、撥水加工を施したシェルジャケットとなります。もうお出かけ先とかご旅行先とか、急な悪天候にでも、十分対応できるような持ち運び便利なシェルジャケットです。生地自体はナイロン 100% なんですけども、本当にコットンに近いような生地感で、もうナイロン独特のシャリシャリ感もあんまりないので、持ち心地も良くて、身幅もアームホールもかなりゆったりしてますので、中にも着込めて、アウトドアシーンにはもちろんなんですけども、日常着や春先秋口にでも十分重宝するジャケットとなります。しかもやっぱりこうコスパがいいっていうところは、こちらのジャケットの結構魅力なポイントの一つかなと思います。税込み14,000ちょっとで買えるので、まあその辺も手が出しやすい部分の理由の一つかなと思います。まあ、このユーティリティブラウンっていう色はもう本当に茶色ブラウンがそんなに強すぎず、もう春先すごく合わせやすい色かなと思います。もう絶妙な配色なので、濃いパンツでも薄いパンツでもインナーも選べにくい感じなので、コーディネートの合わせやすさっていう部分でいうと、個人的には黒に近いぐらい、使い勝手はいいかなと思います。はい、続きましてはサイズ感ですね。こちらインナーは、いつも着ているユニクロのワッフルの L サイズを着ております。でその上に羽織ったのが、こちらが L サイズのコンパクトジャケットですね。もともと身幅とかアームホールはかなりゆったりめなものになりますので、もう L を着てしまうと結構ダボっとは見えやすい感じかなと思います。なので個人的にはオーバーサイズにちょっとなりすぎてる感じはあるので、ジャストできるなら S サイズ、ちょっと緩めできるなら M サイズっていう感じが、個人的なベストなサイジングかなと思います。まあ、これだけアームホールがゆったりしてれば、結構寒い時も中に十分着込めますので、まあそういう便でもすごく便利ですね。袖はベルクロがついてますので、こちらで袖口の長さを調節していただけると同時に、まあ袖口から風の侵入もしっかり防いでくれます。裾にもドローコードがついてますので、これを締めることで腰から風の侵入もしっかり防いでくれると同時に、サイジングもこちらで少し調節できるっていうところも便利なポイントの一つかなと思います。絞らず着ると結構ダボっと見えてたんですけど、 L サイズでもウエストのドローコードを絞ると結構見れるぐらいのバランスには全然なるかなと思います。なので上をゆったり着たいっていう部分では、サイズをこれぐらいのサイズで着て裾だけ絞っても全然十分対応可能かなと思います。まあ、袖の長さっていう部分ではどうしてもこう調節しても見栄え的にカバーできにくいところっていう部分は残っちゃうんですけども、まあ、ドローコードと、袖口のベルクロである程度見栄えっていうところは修正できるんじゃないかなって、個人的には思いました。もう生地もね、本当に薄くて1枚仕立てですので、もうそんなにむちゃくちゃ暖かくはないんですけど、まあ、風はしっかり防いでくれるので、そんなにむちゃくちゃ寒くもないっていう感じなので、まあ、今かなり気温が低い時にはちょっとあんまり着る機会はないかなと思いますけども、本当に3月から4月にかけて、あと秋口にかけてですね、そういうちょっと肌寒い時に、使うにはもう一番便利なジャケットかなと思いますので、まあ、まず持ってて損はないシェルジャケットかなと、個人的にはおすすめできるアイテムです。はい、続きましてこちらが M サイズを着用しております。先ほどの L サイズよりかはもう身頃の部分やったり、着丈袖丈はスッキリ感はさらに出るかなと思いますので、もうこのぐらいの緩さが一番ダボっと見えすぎず、ピタッとしすぎずっていう部分では一番いいかなと思います。まあ、着丈も、ちょっと今ドローコードで、裾は絞ってるんですけども、まあ、このぐらいのちょっとこうふわっとした感じが一番個人的には好きな、シルエットです。ネックの部分がわりかし高いところまでしっかり立つので、フードの見え方がすごく綺麗なところも、特徴の一つかなと思います。
ちら M サイズですと、袖の長さもあのベルクロで調節していただくと、もう本当にあのクシュッとなりすぎないところなので、もう違和感なく、このぐらいの袖丈やと使っていただけるかなと、思います。程よくスッキリ感もあって、あんまりこうもたつきもそこまで得るほど出ないので、まあ、このぐらいが許容範囲かなっていう感じですね。裾はやっぱり個人的に絞った方が、インナーもちらっと見えやすいので、まあ、そういう着方が、僕個人的なおすすめな、着方の一つです。なので、M サイズやったら開けてきてもそこまでこう広がって丸みがそんなに強調されないぐらいの見え方になるので、まあ、これがスッキリ見えるところかなと思います。で、裾の泥コードも緩めて、もう本当にあの一番最初の状態に戻すと、ちょっと丈が気持ち伸びるぐらいの見え方になりますので、まあ、そんな大きすぎることはないんですけども、さっきとまたちょっとこう違った印象で着ていただけるので、そういう部分では、機能的な部分もあるんですけども、デザイン的な調節ができるというところはすごく、便利なところの、ポイントかなと思います。M サイズでも十分アームホールは緩い感じですので、もう中にあのニット着ていただいてもスウェット着ていただいても全くストレスなく着ていただけるぐらいの緩さは、十分残ってるかなと思います。でちょっと色が変わってしまうんですけども、サイズ感だけのご紹介なんですが、こちらで S サイズですね、まあ、こうなるともうあの裾は絞らずとも、さっきの M ぐらいの泥コード絞った状態ぐらいの丈感になるかなと思います。シルエット的にはもう本当に一番僕の身長でしたら S サイズが本来はジャストかなと思います。まあ、あとはサイズ S から M かは、まあ、お好みによってこう好きな緩さを選んでいただければいいかなとは思いますが、まあ S サイズでしたらこういうぐらいのシルエットになります。もうこれで裾絞ると結構丈がちょっと短くなりすぎるので、 S サイズでしたらもうこのまま絞らず着ていただく方がいいのかなと思います。まあ、締めて着るとかなりスッキリ感も出て、綺麗な感じには見えるかなと思います。まあ、この、身長163センチでもうインナーがちょろっとこのぐらい見えるバランスはすごく綺麗かなと、思いますが、これで裾を絞って着てみるとちょっとこう丸みは出せるんですけども、もう本当にあの丈がわりかし短く感じやすいかなっていうぐらいの丈になってしまうので、やっぱりあの M サイズが、僕が一番好きなシルエットが出るので、僕はコンパクトジャケットは M サイズを選んできております。で、まあ、ご参考になるかどうかは分かんないんですけれども、こちらが XL ですね。もうここまでいくともう着られてる感っていう部分ではかなりあの出ちゃって、袖ももう手が出ないぐらいの長さにはなってしまいます。まあ、あのちょっと身長が低いので、あのあんまりこう着用をしてもあんまりイメージは湧かないかもしれないんですけども、まあ、一応ご参考に奇跡的にでもなればなっていうところの部分で見ていただけると幸いです。まあ、こちらの XL を無理やり調節して着てみようと思っています。で袖は、ベルクロでもう調節ギュンギュンに絞って、着ていただいて、まあ、裾ドローコードも絞っていただいてっていう感じで着用すると、まあ、意外と悪くないなっていう感じのシルエットまで持っていけることができたのが、今回ちょっと一つ発見できた部分なんですけど、まあでも明らかオーバーサイズなので、あの程よくスッキリ感を残した方がなんかやっぱり綺麗なっていうのは正直思うところなので、まあ、ここまでサイズ上げる必要は正直ないかなとは思いますが、調節できるとこれぐらいの感じになります。まあ、ちょっとこう腰回りのもたつきっていう部分ではデザイン的には全然悪くないかなっていう感じは思いました。まあ、これであのインナーに着るやつを今オーバーサイズが多いので、まあそういう部分の上に羽織るっていう意味ではまあなくはないかなっていう感じで着ていただけます。ただもう本当にあの開けてきたら結構ダボンと見えやすいので、まあそういうところのちょっとこうだらしなさっていうところはどうしても拭いきれないのかなっていうところと、もうなんといっても袖丈ですね。もうここがもうあのちょっとこう着られてる感っていうところが一番強く出てしまいやすいかなと思います。
最後ですね、こちらスタッフサックに収納できるようになります。こちらの付属のスタッフサックにぐるぐるぐるっとコンパクトジャケットをコンパクトにしていただくことができるので、まあそれで持ち運びっていうところは非常に便利な部分です。ちょっと早送りで送ると、まあ、こういうのにぐるぐるぐるっと丸めて、これに入れてキュッと絞っていただくと、もうかなりちっちゃくなるので、まあ、これでおカバンとかに収納していただいて、ご旅行先で持っていただくと、非常に便利な、ところです。また袋から出した時もそこまでシワ感っていうのは気にはならなかったので、まあそんなに気負いすることなく、結構ヘビーに使っていただいてもそこまで差し支えはないかなと思います。はい、ということで今回ご紹介してきましたコンパクトジャケットの2022年春夏の新色ですね。ユーティリティブラウン、本当に綺麗なお色ですので、まあまあワードローブの一つに加えていただいても飽きることなく長く使っていただけるんじゃないかなと思います。コンパクトジャケット自体もう本当にあればかなり着る機会っていうのは多いジャケットですので、まあご参考になればなと思います。